別紙鉱山鉄道で使用されたタンク式蒸気機関車である。1892年に別紙銅山の鉱石輸送用鉄道で使用するため、ドイツのクラウス社で製造した機関 762mm、車軸配置0から4から0、運転整備重量約10トン、2気筒端式の飽和式、ウェルタンク機関車である。1901年までに重量が輸入された。 メーカーでは、系列番号27と称されるもので、同系機は全世界に717両あり、すべてゼントリング工場製であるが、日本に来着した系列番号27は、この10両のみであった。その状況は、次の通りである。9年間にわたって増備されたため、ロットによって、サイドタンクや運転室後部の形状に差がある。また、 製造時の1から4のサイドタンクは水槽ではなく左側はタンク、右側は道具箱及び半圧ブレーキ用冷却水を収容していた。製造時の煙突は重横除き火の粉飛散防止用のダイヤモンド型であったが後年パイプ型に改められている。クラウスの記録では運転整備重量や空車重量にも差があった。重量のうち5から7については 1912年6月に廃車され、伊予鉄道に譲渡された。同社では、高 6K15 から17となったが、よほど痛みが激しかったと見え、1917年12月には、早くもスクラップとして売却された。当時は、第一次世界大戦後で鉄材の価格が高騰していたという。これらは3両とも解体されず、再起した。元の15は、 カラフト工業、めぐみしとり工場に入り石炭運搬に使用されたが、同社が1933年5月に、富士製紙と共に、王子製紙に合併したので、そのカラフト落合工場に移り、さらに1939年頃に、同社と勝上川運在軌道に移動し、17となった。この線が農林省に譲渡された後急車となり、1950年に、 大子製紙とマコマイ工場専用鉄道に引き取られ、間もなく、廃車された。元の16と17は、大阪の楠ス製作所に持ち込まれ、再生され、名義上、1919年、楠ス製作所制となっている。元の16は、佐世保警弁鉄道の開業用となり、同社の3となっている。佐世保鉄道の3は、 同社が1936年に国有化されたのに、伴い、鉄道小石に編入され、計96型に改版されて、1944年の改め機構事終了まで使用された。廃車は1948年5月である。元の17は、台湾の明治製糖昼頭工場に入り、5、カラス樹林工場に移った。番号は24であった。 その後の動静は不明である。4と9については、1939年に、福岡県飯塚市の住友系列のただ熊炭鉱に売却されたが、残りの1から3、8、10は最後まで残り、保存された1を除いて1959年に解体された。1号機が愛媛県新浜市の別市銅山記念館に生態保存されており、 1963年には、純鉄道記念物に指定されている。伊予鉄道高六系蒸気機関車に関するカテゴリー、佐世保鉄道3号蒸気機関車に関するカテゴリー。ありがとうございます。